鋭いぞ。何？あまたのボタン。
お前を使う時が来たようだ。すべてはあなた様が振るうのだ。ちょっと、僕弱いんだからちゃんと守ってよ。承知いたしました。 待っておる。体の筋を伸ばしている最中なのだ。うまい肉の食い方だね。醤油にわさびだよ。あなたの死が目的です。熱き神が軍事機の神か。実は異国の出だったりするのか。 ドキドキが醍醐味だね。あまたのホタルビを。やっ。あまたのラッシュを開けました。さあ、追い込みを。
強くなれるかな。これはすでにつまみ食いの域を超えてる。誰もいないつまみ食いだけの美味しさってあるよね。三つ子の全てを用いて貴様を撃つ。バラ地獄の術、隙は大きいが試してみるか。食べ過ぎるとつまみ食いじゃないの。金吾さんの通った後はペンペングサもなんとやらですよ。僕はこれに命をかけてるんだ。皆さん、勇気ある彼のために念仏を。あなたを愛したい。あなたを慈しみたい。さあ、その心をさらけ出し、私と共に微笑み合いましょう。味付けは間違いないでよね。私の鍋の具材でも鑑定しましょうか。寄せ鍋は好きな動物を入れてこそ初めてそう呼べるんですよ。弱い気が強く従うのは分かる。だがお前はどうだ。貴様はあの鍋をかけに何を見出した。金吾さんはね、金吾さんなんです。騒がしくも穏やかな日々、騒がしくもどこまでしてるか話しかけても無駄。金吾さんたちのためならば矢尻を大根に変えたらきっと強いよ。私に勝てるわけがないんだ。